はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースハイハットクラシックミッキーマウスバレンタインエディション2019を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはディズニーモータースハイハットクラシックのミッキーマウスバレンタインエディション2019です。で、車種の方はディズニーモータースの人気車種のハイハットクラシックだね。で、正面の方を見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところにはミッキーってプリントがされてます。で、グリル周りはゴールドなんだね。ヘッドライトの部分はホワイトの塗装だね。で、中央の部分にはディズニーモータースのロゴがエンブレムになってます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。で、このまま上を見ていくとルーフの部分にはチョコレートのデザインがされてるんだね。で、よく見るとこの部分にもミッキーのプリントがされてるね。で、側面を見ていくとこんな感じだね。ドアの部分には1118ってプリントがされてて、よく見るとボンネットのところにもミッキーってプリントがされてあるね。で、この後ろの部分にはバレンタインズデイフェブラリー14って書いてあるね。2019年の2月14日ってプリントがされてます。で、このハイハットクラシックのこの複雑なボディラインもかっこいいね。で、後ろを見ていくとこんな感じだね。ミッキーってプリントがされてあって、後ろのこの部分にはミッキーのデザインがされてます。で、横の方を見ていくとこんな感じだね。反対側のデザインと同じになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。ミッキーマウスチョコレートで、この部分がちょうどチョコレートがラッピングが剥がれたような感じになってるのかな。なかなかリアルな感じで作られてます。内装の部分はこんな感じだね。内装のカラーリングはホワイトになってて、よく見ると右ハンドルになってるね。で、後ろの方の内装は後部座席とかは特に作られてないのかな。で、タイヤの部分は特にこれはサスペンションはついてないです。で、このタイヤのデザインもハイハットクラシックのデザインにぴったりだね。で、それ以外のアクションは特に開閉アクションとかはないね。で、後ろの方を見ていくとハイハットクラシック2016年のシャーシーになってます。こうやって全体的に見ていくとバレンタインっていうこともあって、完全にチョコレートのカラーリングとチョコレートのデザインだね。ハイハットクラシックっていうだけあって、クラシックカーのデザインが可愛らしいです。箱の方は正面のパッケージにミッキーとミニーちゃんがプリントされてるね。で、この部分には特別使用者のプリントもしっかりされてます。よく見たらこの部分には赤いリボンもあるね。で、側面の方はこんな感じだね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はディズニーモータースのハイハットクラシックミッキーマウスバレンタインエディション2019を紹介しました。で、タイトルの通りバレンタインエディションっていうだけあって、全体的にチョコレートのデザインだね。ボディカラーのブラウンとチョコレートのデザインがバレンタインデーにはぴったりだね。で、ここ数年ディズニーモータースはバレンタインエディションとかホワイトデーエディションっていうのを発売してるね。数年前はこんな感じのドリームスターで発売されました。これも以前レビューを上げたのでリンクの方を貼っておきます。で、今回バレンタインエディションが発売されたっていうことは、ホワイトデーエディションも発売されるね。今度はピンクのカラーで2月に発売されます。バレンタインエディション、ホワイトデーエディション一緒にコレクションしておきたいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。